デシェー軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万3008人であり、2000年の1万5341人から15.2%減少した。軍庁所在地はアーカンソーシティ市であり、同軍で人口最大の都市はデュマスである。デシェイ軍は1838年12月12日に、 設立された州内40番目の軍であり、軍名は米英戦争に参加したベンジャミンデシェイ大意にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は819.52平方マイルであり、このうち陸地764.99平方マイル、水域は54.53平方マイルで、水域率は6.65%である。 デシェー軍はアーカンソー州南部あるいは南東部に分類される。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には未編入領域と編入渦未自治体がある。現代の軍区にはその維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに 人口を集計している。また、経図調査など、歴史的な目的には価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は、統計調査に基づいて扱われる。レシェ軍の軍区は、下記リストの11区であり、その中に含まれる町や都市を括弧書きしている。ありがとうございます。